回はナルトに登場するオープンスケベ仙人ジライアについて見ていきたいと思います。オロチマル、ツナデと共に伝説の3人として忍びの世界に名をとどろかせたジライア。この2人とは三代目深影猿飛ヒルゼンの下で共に修行に励み切磋琢磨してきた中で、3人ともが後の忍びに多大な影響を与える存在になっています。少年時代は落ちこぼれで、エリートのオロジマルをライバル視し、思いを寄せるツナデに振り向いてもらおうとわめき散らすなど、初期のナルトのような人物でした。言うならば、この3人は元祖第7班なのです。ちなみに伝説の3人とは、雨隠れの佐藤さ、半蔵が勝手に名付けてきた謎の称号なのです。自称妙木山のガマ仙人で、ありとあらゆるカエルを口寄せし、封印から戦闘、さらには移動手段にまで使うというカエルに厳しいガマ仙人です。しかし二大仙ガマには頭が上がらないようで、特に母ちゃん島には戦闘中にもかかわらず手厳しい指導を受けていました。売れっ子作家としても活動しており、カカシ先生の愛読書イチャイチャシリーズはかなりの人気を誇ります。またナルトという名は一作目ド根性人間の主人公から取った名前であり、実質ナルトの名付け親でもあります。伝説の3人と言われるだけあり、その実力は本物で、カトンやドトンをはじめとした基本的な忍術から口寄せや封印術、結界術、さらには仙人モードまで多種多様な術を使いこなします。またこれらを存分に使いこなす戦術、相手を分析する状況判断能力の高さなど、戦闘センスは作中でもトップクラスです。実際弟大好きっ子内葉イタチにはサメ肌怪人星垣キサメと2人がかりでよく手相打ちと称されるほどの強さを有しています。その実力と人望から他芸にも推薦されていましたが、性に合わないということで辞退し、覗きのプロとして各国を渡り歩いています。しかし実際はオロチマルやアカツキなど木の葉の脅威となる者たちを調査しており、ただ単にフラフラしているだけではない、実はできる男なのです。また旅をしているのは妙木山の大釜仙人に、忍び世界の変革者が弟子になるからとりあえず旅に出て本を書けと言われたからであり、この予言が後の忍び世界を大きく左右することになります。そんなジライアは作中一の育成力を持った偉大な師匠であり、木の葉の黄色い閃光こと波風湊は、恵まれた才能とジライアの育成力により歴代最速で火影になるという偉業を達成しています。主人公渦巻ナルトには必殺技となる螺旋丸を伝授し、螺旋丸に取り憑かれた男へと変貌させています。そして2年半の間行動を共にすることで忍びのイロハを教え込み、ナルトを大きく成長させます。雨隠れの3人組ナガト、ヤヒコ、コナンには忍びとして十分な力を身につけるまで修行をつけ、彼らに多大な影響を与えます。これらの弟子はいずれも国のトップやヤバすぎる組織のボスなど、全員が超一流の忍びになっていることから、その育成力の高さがうかがえます。つまりジライアの下で修行をし、その意志を受け継いだ者は皆大成しているのです。師匠としての行いも半端なく、パンパンに膨らんだナルトのカエル財布を一瞬でぺちゃんこにし、弟子に余計な煩悩を捨てさせるという圧倒的師匠力を見せています。そしてその際、忍びの三金を全て同時に破るというトリプルスリーを達成した三金三冠王でもあります。またナルトとの2年半の修行では大玉螺旋丸とあの術しか教えず、弟子に自ら考え強くなることに目を向けさせるという偉大な師匠っぷりを発揮しています。つまり忍びとしても師匠としても超一流の凄腕忍者なのです。そして作中でも伝説の3人の名に恥じぬ圧倒的な力を見せつけます。暁のリーダーであり元教え子ペインと戦った際は、視覚共有による完璧なコンビネーションから繰り出される多彩な攻撃を仙人モードで打ち破り勝利しています。しかし某戦闘民族漫画もびっくりな蘇生術により6人になったペインにボコられ敗北してしまいます。そして自らの命を犠牲にペインの秘密と諦めないド根性をナルトに託し、壮絶な最後を迎えます。ペインに負けはしましたが、あの時点では最強といえるペインを一時は追い詰め、ペイン自身も秘密がなければ負けていたと言っていたことから、ジライアも作中屈指の実力者であることは間違いありません。そしてジライアが暴いた秘密とナルトの急成長によりペインを倒すことに成功しています。
つまり指定の力を合わせて世界の平和を救ったということです。最終的にナルトは人知を超えた強さを手に入れた最強忍者へと成長しており、ジライアの忍道を受け継いだホカゲとして平和の維持に努めています。